アドミラル・ゴルシコフ級フリゲートは、ロシア海軍のフリゲートの環球。正式名は22,350型フリゲート。1980年代のソ連海軍では、モジュール化設計を導入した、防空、対水上戦重視の戦闘艦が計画されていた。設計は、セーベルノエ計画設計局によって行われ、13,040型と、称されていた。 しかし、ソビエト連邦の崩壊後のロシア連邦では、金融危機を含めた財政逼迫を受けて、国防予算全体が削減されていた上に、第一次チェチェン紛争に伴って、予算は陸軍に重点的に配分されるようになっていた。このため、13,040型の計画は棚上げされ、またその他の兵器、艦艇開発も停滞し、1990年代を通じて、 大型水上戦闘艦の新規計画は途絶えることになった。その後、2000年代に入ると世界的な原油価格の高騰による石油、天然ガスの輸出収入の増加を背景にロシアの経済は回復基調に転じた。これを受けて、まず956型駆逐艦の後継艦の計画が着手された。当初は同型と 同程度の基準排水量8000トン程度の大型艦として計画されていたが、最終的には、経済的な制約を考慮して、1135型警備艦をベースとした4000トン級のフリーゲートに縮小された。これによって建造されたのが本級である。蒸気の経緯より、設計は13,040型と同じく、セーベルノエ計画設計局が担当した。基本的には、 1135型シリーズをもとに、インド海軍向けの発達型として、同設計局が設計した11356型をさらに発展させた設計となっている。しかし、環境前面の左右のエッジが大きくそぎ落とされたほか、マストも従来のトラス構造から六角水系の統合マストに変更されるなど、上部構造物の印象は大きく変わっている。 なお、上部構造物には、ポリ塩化ビニルを用いた、炭素繊維強化プラスチックが多用されており、軽量化及びレーダー反射断面積低減に、液している。指揮官には、コダグ方式が採用されており、巡航機として 10D49 ディーゼルエンジン、加速機として M90FR がスタービンエンジンを組み合わせた、JATAM55MR 推進システムを2機、搭載した。 コダグ方式は燃費性能と速度性能を両立できるメリットがあり、長らく蒸気タービン推進艦とオールガスタービン推進艦が並立していた、ロシア海軍では初の試みとなる。戦術情報処理装置としてはシグマ -22350 が搭載された。また、遠隔地での活動に備えてセンタウロナノメートル衛星通信システムも備えている。 主センサーとなるレーダーとしては 5P20K ポリメントが搭載された。これは空中水上目標の補足から 3K96 リデュートによる攻撃までを一括して担当する多機能レーダーである。アクティブフェーズドアレイ式のアンテナを採用しており、マスト周囲に4面が固定配置されている。同時多目標処理能力に優れており、 アンテナ一面あたりを目標を追尾できる。また、マスト長部には、これを保管して、アンテナ一面回転式の 5P27、フルケンも装備された。ソナーとしては、低周波のザーリャ3を、監視装備式に、またピニョとか M を可変振動式に搭載していると、見られている。艦隊空ミサイルシステムとしては、新開発の 3K96、リデュートが搭載された。 これは陸上用の S-400 と並行して開発されたもので R-73 短距離空対空ミサイルを元にした短射程の QM100 ミサイル、中射程の QM96E、96E2 ミサイル、そして S-300FM、フォールと M と共通の長射程の 48N6E2 ミサイルと複数のミサイルを使い分けることで 単一のシステムで広範囲をカバーできるようになっている。本型では、監視カンパーに32セルの VLS を搭載しているが、QM96 ミサイルであれば1セルあたり4パーツ、そして QM100 ミサイルであれば、実に16発を搭載できる。しかし QM96 には、欠陥があるとされ2015年7月付の報告で、継続的な問題により、 システムの試験を停止したことが指摘されている。この問題を受け2016年8月にアルマズ局長のビタリーネスコロードバが解任された。艦隊艦ミサイル用としては16セルのユックスック型 VLS が搭載されており P-800 やカリブル NK を運用できる。カリブル NK の対戦ミサイル仕様の運用にも対応しているほか対戦兵器としては 家系と NK4 連造単魚雷発射艦2機と、か -27PL 昇海ヘリコプター1機を搭載するが、この魚雷発射艦は、RPK-9 対戦ミサイルの発射機も兼ねている。なお、従来ロシア海軍の艦船に広く搭載されていた部マイナス6000対戦ロケット発射機は搭載されていない。手法としては、砲塔の軽量化、ステルス化を図った。 新開発の A-192M130mm 単素速射砲が採用された。砲射撃式装置としては 5P-10PUMA が搭載されたが、これは X バンドのフェーズドアレイアンテナを用いた各機完成レーダーのほか、レドームに収容された小型の捜作レーダーも備えた自己完結型のシステムである。この砲については、当初、アルセナル設計局が、 カルタウンプーマを開発していたが開発が大幅に遅れた上に問題があったため2013年にアメチスト設計局が開発するアルマートマイナスプーマの開発に切り替えられたという経緯がある。この方は2014年9月に搭載された。CIWS としては 3M89 パラシが2機搭載された。これは 3M87 ホール地区の構成機器を見直した改良型で、AO18KD30mm ガトリング砲2門と、QM337、ソスナー R 近接防空ミサイル8発から構成される砲、ミサイル複合型システムである。射撃式装置としては、3TS-99 レーダー及び光学レーザー小遵機を備えている。ミサイルに対する防御として、 KT-308 デコイ発射機2機と KT-216 デコイ発射機4機からなるプロス 8M 自故防御システムを装備する。ネームシップは2006年に寄航されており、当初は2010年に竣工予定とされていた。装備品の開発遅れやシステム統合の難航のために収益は遅延した。2014年のチルコフ海軍総司令官の 発表によると22,350型及び発展型の 22,350M 型は15隻建造されていずれも北方艦隊に配備される予定となっている。だが同じ年には一番艦、アドミラルゴルシコフの養生試験中に燃料制御システムの障害でエンジンへ燃料が必要以上に送られタービンブレードが焼きつく事故が発生し 原因究明と修理のための公開入札が実施されることになった。2010年11月3日に発表された輸出型。統合ミサイルシステム26のカリブルンクとヤーホンと防空システム232のリフ M 及びナス -1 対戦水艦船に8の91アーティに対戦ミサイルと小型魚雷アス W ミサイルパケート ENK を搭載する。 その他2機の 30mm 短距離対空砲、2機の重機関銃が装備される。レーダー装置は、フレガート M2EM、遠距離、ゾーンレーダ,ーダーディスプレイに、ミネラル、ME、ソナーシステムには、ザーリア ME-03 と、ビニエトカ EM、光学状況表示システム MTK-201、ME が搭載される。 すべての戦闘無線電子設備の統合機能は、シグマ E22356 によって提供される。ミサイルに対する防御システムとしては、TK-25E 電波探知妨害装置と、KT-308 から05デコイ発射機が装備される。ヘリコプターは1機のか -28 が運用可能である。には、 アドミラルゴルシコフ級フリゲートに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。